日ぶりのお酒が。激安やね。ジャイプールまで何時間くらい？2時間半、うん、スーパーローカル。そうや、すごい。ジャイプール中心部に着きました。もうなんかうるさいね、昨日までの村が嘘のような。多分地元ローカル価格で100ルピーぐらいで行くところを200ルピーって言われて、いい値でいいですよっていう、なんかそういう余裕は出てきた感じはあるんだね。その100まで下げろとか交渉するのもだるいしさ、これが500とか言われたらふざけんなくなるんだけど、100か200かで言えば、180円しか変わんないわけだからね、まあそのぐらいはいいやっていう精神ですね。なんか都会は擦れてる感じがするから嫌だね、早く出たい。すごいホテル。サンデーなんでここにしました。サンデーホテルっていう、ああそういうね。街が一望できますね。あープール。あ、鳩がめっちゃ水飲んでる。わあ、すごい。まあ、都会は都会なんだろうけど、うん、ジャイプールというデリーから300キロ南に来た街に来てます。観光地です。ここは人がめちゃくちゃいて、この向こうにまあなんかマーケットみたいなのがあるっぽい。なんとかバザールっていうのが2、3あって、まあやっぱ多くて、うるせえ、うるさすぎ、うるさすぎる。どうもこの一帯が全部、うん、そのバザールになってるみたいな、このエリアが。すごいっすね。薬局みたいなものもあるし、靴屋さんもあるし、なんかあらゆるものが売ってる風な。生地屋さん、あんまり意外と観光客はいなくて地元の人が多いような印象です。子供服。しかしなんかインドは本当にチャリンコを見かけないね。ほぼバイクですね。ここはコーヒー、お茶屋さんかな、香水屋さん。うわすげえ、香水調合してくれる系だ、これ多分すげえ。目的のマーケットがここなんですけど、ジョリーバザールっていう。バザールっていうのは英語？ね、英語っぽいよね。知らんのだけど、でも英語かね、うん、ヒンドゥーではなさそうだけど、うん、バザールって日本でも言うよね、なんか、うん、なんか急にちょっとさ、イスラム系の人が多い感じが、うんうん、イスラム系。この黒のさ、うん、もう 目だけしか出してないのって結構イランとかガチのイスラム系の人とかそういう感じだけど、うんうん、なんかここの通りに来たら急にすごい、ね、なんていうの、この辺に売ってあんのかな、そういう。でもやっぱこのでも、うん、華やかな感じもあるし。これは王宮だって言った？学生たちが汚い。あ、そうか。何て言ったのかは分かんない。分かんないけど。すごいですね。
中から人は覗いたように見えるね。なんかここだけ急に異世界のごとく静かだ、うん、なんかうるさいね。うるさい。インドのもうほんと嫌いなとこであり、インドらしいところがうるさいっていう。そう。でもインドって一括りにするとあれだけど、うん、都会はほんとにうるさい、うん、まずクラクションがうるさい、うん、で声かけてくる人多すぎるね。うん、臭い。急に臭い、うん、意外と僕は個人的には、うん、いわゆるインドの衛生感、なんか衛生感というかさ、そのなんかうんこがもあるのとかは結構平気なんだよね、別に。ご飯も何でも食うし、ストリートフードも全然余裕で食べるし、水も飲むから全然問題ないんだけどさ、うるさいのがだけが本当につらい。そもそもあの、ね、うるさいとこが好きじゃないんですよ僕、うん、インド人ってさ、観光地でさ、例えばこれ買わないっていう時の声のかけ方がなんか、なんかグイグイ来るし、なんか営業が雑なんだよ、うん、なんかここはまあ至って真面目にやってるんだけど、なんかからかわれてる感じがしてるぜみたいなさ、うん、なっちゃうんですよ、うんうん、まあうるさい、うるさいっすね。ガイドレートリスト、うん、料金表、How are you? Yeah, good. 白っつう感じだね、白っていう、うん、インドに来て初めて観光しますね、うん、あーまあなんやかんやでもハールガンジとか、はい、今ののも観光ですけどね、うん、はい、わなんかすごい、すごい、あ音楽してる。これがもう正面からあっちから見たら、うん、あのピンクのとこなの。そうだね、宮殿って感じのさ、そうデザインだよね、このなんか、うん、日本、うん、不思議だよね、うん、誰がこれ決めたんだろう、誰が決めたんだと思う。だってうーん、いつか誰かがこうしましょうって決めたわけじゃん。 それは時のさ、権力者なのかデザイナーなのか。うーん、だって権力者にデザイン的なセンスがなければ当然さ、ポンコツができるわけじゃん。うん、だから優秀なその当時のデザイナーが作った、うん、でも誰かが最初に作ったわけでしょ。それを参考にして次から次へとこういうのが出来上がってスタンダードができるんだと思うけど、うん、これすごいことだよね、この建築物を設計した人って。すごい、うん、これがさっき正面から見たやつ。そうね、なんか謎のステンドグラスとかあるね。うん、そう、ステンドグラスで覆ってたらしいね。へぇ、めっちゃ綺麗。この山がなんだっか有名なやつだね、これも名前忘れてたけど、人口密度がやばい。やばいね、これ登るの。これすげえ嫌なんだけど、ちょっとめんどい。降りてきてるよ。そうだよね、ここワンウェイしかないよね。ワンウェイにしたらいいのにね、こう行ってこうするみたいな、うん、無秩序ですから、インド。ここが通りから見えた正面のこの一番今上に来てて、これこの窓を開けたら見える。このおっさんがめちゃめちゃ見てるけど、うん、でこれがさ、うん、街がジャイプールを一望できる、うん、じゃあここに電源かけて、なんかもうすごい、多分ここはここしかない、うん、すごいカオスですね、はい、混沌としてます、ストリートが見える。今インドは人口が14万人になって世界1位なんですよ、うん、ラオスコ？もうだからとかじゃないけどさ、人がめちゃくちゃいるイメージだけど、うん、なんか村、まあ、村でもいたよね、人めっちゃ、うん、でもさ、インド自体は広大な国だから、うん、未使用部分というか、なんかただの更地みたいなのめちゃくちゃいっぱいある、砂漠もあるし、ね、みたいなんだけど、今いるのはインド
どっちかっていうと西の方、うん、で北の方行くと山なんだよね、うんうん、ラダックとかレーとかっていう場所はもうかなりネパールのエベレストとかあんな雰囲気のところで、うん、これから南に行こうかなと思ってるけど、まあ、うん、西海岸東海岸とここはで、この今いるジャイプールの下の方にムンバイっていうインド第二の都市があって、うんまあ、ここのジャイプールからこの下にウダイプールって町があってそこからムンバイ、この辺はだから大きい、うん、このぐらいかもっと大きいかの規模の町が点在してるんですね。まあこの経済発展でも多分すごいしていくんだけど、うん、聞いた話だけどこれから聞いたっていうか考えればわかるけど、うん、経済発展していってその先にやっぱ高齢化社会が待ってるっていう、その時にどうなるんだろうかね、っていうのは非常に興味深い。あと10年20年経った時に、うん、この爆増した人口ってのはどうなってくるんだろうな。いや、何しましょう。何か。でも何を買って持ってこうかみたいな。ビール。多分あのビールが安いんですよ。うん。ちっこいウイスキーを持って行って部屋で飲む。うん、あ、じゃあちっこいウイスキーと何かを買おうか。ビールと。うん。あの辺のウイスキー。キングフィッシャー。いった？Yes, how much? What do you get? Can. Yes, sir. How much? One bottle. You have local whiskey. Whiskey, India whiskey. Indian whiskey. Water? Cheap one, yes. Water? Water, water. Cheap. Small, small. Small. Oh, yes. How much?ビールもう一本ぐらい飲んじゃおうかな。うん、固くの。これは？ストーン。You have another green, green light? 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 Oh, light. Light. Okay, yes.これで何ぼでしょう。450ですって。ある ?140、170。この酒屋が点在していて、うん、なんかね、法律っていろいろあるんだろうけど。うん、これの。飲んでんのかな。なんかジュースあれしてんのか。うん。取ってる。取ってる。コーラ飲む。うん。昼飲み、インディアン昼飲みを、ちょっと歩き疲れたの、うん、まさか、あ、いい、こんなところです。これ昨日は飲んでない、キングフィッシャープレミア、うん、あ、これライトって言ってたよ。146パッと計算できないんだよね。140ルピー、100が、うん、180円で、40ルピーが4372円ってことは252円です。252円か、でかっ。でかいのに、まあ、そう考えると日本の
ちょっと安いから安い、あの発泡酒の缶を飲むぐらいする、これ中で飲めるの見たら、あ、Thank you キングフィッシャー多分200ルピーぐらいだと思う、200、300ぐらいだと思うけど、多分かわいいね。冷えてはないんだ。冷えてないね。でもホテルに持ってけば、そっか、あ、冷えてる冷えてる。飲んじゃダメでしょ。あ、飲んではない。チャイだ。チャイ。No beer. Okay. あ、なんか瓶ビールあるよ。瓶ビール。これ飲めるらしいよ。400ルピー、高い高い。ゴミがいっぱいあったんだけど、ネパール人って言われてる。ウィスキー飲んでる。インド人はあんま飲まないっていう話だけど、そんなことはないです。これでも150ルピーで1個あたり300円しないから、何本だっけ、160、240円か、1本240円だから、これ4本飲んで
せんべろできますね、ここで。素晴らしい。なかなかこれ心地いいわ、ここ。店が酒屋で8時までにいたのを買って飲むのか。店は8時で閉まるけど、飲んでる人は。さっきくれたんよ、この豆、ダルくれて。すごい。ダル美味しかった。食べていい。Thank you。すげえ不思議な形のね、ぶどうだ。ぶどうや。あ、これ写真。甘っ、めっちゃ甘いこれ。ハロー。メダムさんね。8時になったら帰れよみたいな。What time you come? 7. Oh, okay. ほぼ毎日来てる。面白い。もう8時に店が閉まって警察が来るから、はよ飲めっつって、飲んで帰れっつって、みんな今せかされて帰らされて。いやー、3日ぶり、4日ぶりのお酒は。Okay. Bye bye. Thank you. Bye. Wow. Thank you. Oh, Black Dog. だって。また明日来たいな。うん。いや、あの隠れて飲むスタイルいいね。なんかあそこ立ち飲み屋みたいで、なんかおっさんたちが息ヨーヨー、うん、なんていうの、和気あいあいと、うん、一気こいつと、よし、これを、あ、キングフィッシャーグリーンもナイスキャメラナイスキャメラはいはい、キングフィッシャーストロングでしょうかな、うん、思われる8時までにすげえ駆け込みしてるから駆け込みしてる。じゃあ今日はホテルに帰って、ホテルでも撮るんか、うん、まあ帰ろうぜ。じゃあまた来ます、明日か明後日か。酒屋さんがあるっていうだけで、多分昨日いた村とは全然違う。昨日いた村も探せばあったんかもね、どっかに。はい、帰りましょう。行きましょう。